逆転裁判2男女2人で実況プレイ。非常にはっきりさせましょう。あなたは宿舎の入り口にミリカさんを待っていたのですか。ああ、そうさ、プロポーズしようと思ってさ。なプロポーズこっからわけわからん。なんだよ、別に人の勝手だろ。メルヘンな展開いくぞ、こっから気をつけてみんな。そんな私は断じて認めませんと。頑固親父かてめえは。わかお前ベンさんや殴られてんの。貴様のおかげで私の完璧なプランがいきなりパーとりあえずそのふざけたプロポーズにケリをつけましょう。話はさせてくれるのに。なプロポーズのこと。よしよし、まあ話は進んだから勝ちですわ、うん、オッケーオッケー。よしよし、なんでそんなに騒ぐかね。プロポーズぐらいのことで、うん、俺ミリカに渡すものがあったんだよ、うん、もう分かってます分かってます。ここのとこずっとポッケに入れてチャンスを待ってたんだぜ、うん、当然あの場持ってったわけだ、プレゼントをさ、うん、結局渡せなかったから今もまだ持ってるけどな。今もまだ持ってるけどな。持ってないと思いますよ。嘘やろこれ絶対な、うん、多分嘘ですね。渡せなかった理由があるんです。プロポーズ、あなたが来ないな。人形だからってなめんなよ。一応自分人形ってのは分かってるんやね。分かってると思う。オッケーオッケー、うん、私ももう若くないということなんですかね。そういうこと。裁判長が小さく見えるな。じゃあ弁護人尋問を。はあ、かわいい。ため息なんかついてるよ。すごい世界に迷い込んだよな、はい、尋問ですね。尋問していきましょうか、うん、まあまあ尋問で怠ったらダメっていう噂がありますので、はい、尋問していきましょう。とりあえず、ね、ましょう。プロポーズってことはそのミニカさんと結婚を。当たり前やろ。漫才のコンビを組むのとは何か違うんだぜ、うん、鍋ってわけさ。とにかくはい、渡すものがあったんだよ。俺ミニカに渡すものがあったでしょ、ね、渡すもの何だったんですか。決まってんだろ、ミニカにぴったりのとびきりが綺麗ですって、うん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 、だから一体それ何だったの。聞いて驚くな。エンゲージリングさ。オッケー、エンゲージリング。エンゲージリング二人とも腰が抜けるほど驚いてんな。ふざけないで。もういい、こんな茶番たくさんよ。メイちゃんがカルマケンジの無知が不吉にうねうねしている。きつい一発を覚悟してもここはこだわるべきか。ほう、こだわろう。そうね、こだわろう。よう分からんけどこだわりましょう。増えたからってそんな変わんないから。そうやな、茶番どころか、これは歴史的瞬間です。何しろ人間が人間による人間。議論をすり替えないで。確かに怒られちゃった。怒られただけ。はい、いや、私も弁護人の意見に賛成です。証人、証言を修正してください。おお、その婚約指輪の下りを。はあ、細かい男どもだな、まったく。ほう、大事やったんや。ここミリカにさ、エンゲージリング渡すつもりだったんだ俺。ちょい探りましょうか、ね、エンゲージリング。そう、本格的なガラスできたダイヤモンドなんだぜ。オッケー、本物よりピカピカなんだ。ミリカも喜ぶと思うな。指輪ね。どうしたの、なのほどくん。うん、なんかちょっと引っかかるんだよ。はい、うんうんうん、ポケットに入れてチャンスを待ってたんだよ。はい、揺さぶる。まか、ポッケって誰の。俺のポッケに決まってんだろ。飾りじゃねえんだよこいつは、舐めんな。どうもすいません、すいません。いや、謝った。どうしたどうした。謝ることはねえよ、悪いのはあっちだ。そうなのか。はい、で、待ってたプレゼント、はい、持ってたプレゼント、ま、さあ、はい、それを渡すために宿舎の入り口で。まあな、練習中に何度もきっかけを探したんだけど、うん、あのキザなクズ野郎が邪魔でさ、うんうんうん、このマックスギャラクティカをキザなクズだと。なんで心の声なん急に。いや多分すごい遠くから騒いでると思う。今度胴体を切断してやるぞ。もちろん垂れなしでだ。怖い怖い怖い、殺人予告来たぞ。てんてんてん。まあよくある恋のさや当てということで。恋のさや当て、さや当て、なんすかそれ。コヨーテみたいな。動物やった。動物ね。それでそのプレゼントは、はい、はい、結局分からない、はい、ここを揺さぶりましょう。じゃあね、まだミリカさんに渡そうと。当たり前だろ、なんせギャラ3ヶ月分だぞ。簡単に諦めきれるか、うん、
回いくらもらってるのかな、リロ君。500円ぐらいじゃないか。どう、なるほど君。そろそろはっきりした矛盾を突きつけてやろうか。そうだね、きっと裁判長も喜ぶと思うよ。喜ぶと混乱してるみたいだな、裁判長。パチクリパチクリ。はい、じゃあ、え、なんか法廷記録で見てくださいよ。証言が増えたかけど、ここ関係ないんか。じゃあ最後やんな、揺さぶったらいいの。でもそれ見せてください。不気味なほどピカピカ光る。 R から M へと刻み込まれている、うん、俺が持ってるって時に、じゃあこれは何ですかって渡すんじゃないの。そうやんな、うん、じゃあこの証言なんでここ変わったんやろな。まあ、ここ変えただけだよ。変えただけ、うん、罠かな。そうで、ここここれ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 、ここですよね。ここで多分突きつけ。じゃあいいよ、セーブしよう。セーブしよう、セーブしましょう、セーブしよう。 OK、 よし、では行きましょうか。はい、今まだ持ってるけどな。突きつける。持ってへんのちゃう、自分。これは違うの。いけ、よし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 、音消えました、音消えました。ちょっといいですか、証人。なんですか。なんで。すげえ混ざってんで。多分ね、普通に出ちゃったの、声が。やりにくい。こいつに見覚えは。来た来た来た。あ、それ。うん、言ってまだね。俺のじゃねえか、返せたろもう。よし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 。先ほどあなたはこう証言した。渡せなかったから今もまだ持っていると。それがなぜ僕の手にあるんですか。飛んでったまた。かわいそう。そういう仕組みなのかな。なあ、仕組みやな、多分。どういうことですか、バラバラのミート。それはおいペン、出番で。おう、ここあるよ、リオ君。僕はこいつをルーサーのうちで見つけました。ルーサーって言うの。ルーサーさん、ルーサーって言ったみたいな。誰ですか、その方は。へっ、薄みたね、猿だよ、キャッツ。証人、ちょっと口が悪すぎますよ。ルーサーはその本当に猿なんですけど。あ、そうなんですか。ルーサーは光るものを集める癖があるんです。光るもの。商人、このリングはいつ盗まれたのですか。それは事件があったようです。なんですって。はい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 、もっと詳しく。マックスが広場に入ってきたすぐ後です。すぐ後。あなたの目の前を被告が通り過ぎた時ですか。そのすぐ後に、うん、リンクをその穴眺めていたの、うん、かぁ。来たな来たな。ギャあ、それで血ついたの。もうすでに血ついとったよな。血ついたんですよ。な、今それが何だってんだよ。はいはいはい、関係ねえだろそんなこと。事件通す。ところがそうはいかないのです。気がついてるから気になってんじゃなくて。この証人。俺は証人じゃねえ、リロ君だ。リングを取られたリロ君はどうしましたか。あ、そうね、うん、した、うん、決まってんだ。追いかけたさ、あの猿を。追いかけたってことは、あ、じゃいなくなったわ。うん、でも追いつけなかった。この便利奴らさ、殺すぎんだよ。行くで転んでモガモガやってる間逃げられちまった。モガモガ、それはそれは大変でしたね。しかしこれで一つ証明されたことがあります。証明されたこと、何よそれは。うん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 、まあまあ証言に矛盾があるでしょう。うん、超不足じゃん。それは関係ないからな。この証人の証言には大きな矛盾がある。はい、矛盾。さっき証人はこう証言しました、はい、警察が来るまで広場の入り口から動かなかったと、はい、しかし証人は猿を追いかけていた。この間入り口には誰もいなかったことになる。なんですって。よし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 、だからなんだというの。なるほど、龍一、うん、この証人はずっと入り口を見ていたわけではない、はい、ということはつまり被告人以外の人物が現場に行った可能性がある。よし、はいはいはい、使えた。よし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 、いげまう、いげまり。じゃあ聞かせて、なるほど龍一、うん、この人形使いが誰かを見落とした証拠でもあるの。誰かを見落とした証拠。いや、実際に被害者の立ち見団長を見落としてるじゃないですか。確かに。しかし、はっきり被告人を目撃している事実は変わらない。アップ。この証人は嘘をついていた。それに被告人は悪意も抱いている。アップアップ。
ふむ、弁護人の意見には一理あります。確かにこの証人はマックスさんに敵意があるようですからね。なんだよそれ。俺はそんなケツの穴がちっちゃい男じゃねえぞ見たんだって、キザでクズなインチキ野郎、うん、念のため目撃した人物のことをもう少し証言してもらいましょう。全然普通やって今なんでやっても同じことだと思うけどねその思うのが人形の浅はかさってとこだな。何このセリフ。いやいや人形じゃねえからな何このセリフ一つの嘘は必ず次の嘘を生み出すそういうことでね、一気に追い詰めてやろうぜ。うん、なんかかっこよくなってきたな急に。なあ、どうしたどうした。よし、とりあえず追い詰めてますよ。マックスを目撃したこと、できるよ、うん、ミニカのことばったら認めてやるぜ。はい、でも間違いなくやつは広場に入ってったんだ。うん、あそこに行ってから5分ほど待ったところだったぜ。こんばんはって挨拶したのに、あいつ無視しやがって。こんばんはって挨拶したんやおうおうおう、とにかくあいつあのマックスだったんだよ、間違いねえや。ピザのシンボル3点セット俺は間違いなく見たしな。はい、ドゥ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 、ベースたまらんわこの曲ふむこの後猿のルーサーが現れたというわけね、うん、そうさ、あいつを見てから1分もしなかったな。見てから1分もしなかった。オッケー、そしてリングを奪われてその後を追跡した。戻ってくるまでにどれぐらいかかりましたか。さあな、どれぐらいだった。多分5分ぐらいだったと思いますが。5分。被害者はその5分の間に現場に行ったのよ、うん、では弁護人尋問をお願いします。はい、オッケー。もうこれはじゃあまた揺さぶるしかないかな。揺さぶっていきましょうか。この感じでは。そうだね、揺さぶるのダメって時があるから、それ以外はもうめちゃくちゃ揺さぶってやろうぜよし、じゃあ揺さぶれ。ミリカのこと待ってた認める。ミリカさんのことばかり気にしていて、誰か別の人物が通るのを見落としたということは、あのなあ、俺いくつ目があると思って歩いてると思ってるっけ4つ弁当合わせて見渡すわけねえやろが。なんかおかしなセリフやな。確かに。それは確かにそうかもしれませんね。威力の証言より裁判長の発言の方が問題だな。確かに。大丈夫か。はい、間違いなくやつは広場に入っていった。この人物は確かにテントの中から出てきたんですか。はい。当たり前だろ、うん。俺たちずっとテントの入り口を見てたんだぜ。うん、そりゃそうか。ミリカちゃんを待ってたんだもんな。はい。オッケー。5分ほど待っていた頃だったぜ。よし、それは時間で言うと何時頃のことですか。バカかおめえそんなきさー、けそんな気持ちもできてんじゃねえかよえおめえよ、切れた切れたくだらねえ練習が終わったのも10時ピッタシ、くだらねえ、くだらねえ宿舎の入り口に行ったのはその5分後それから5分して俺たちのやつを見た。これ何時だ何時ですか何時ですよ10時10分頃ね。オッケー、そういうことですね。とにかくその時やつが来たわけよ。オッケー、あい挨拶したのに、お待たせで挨拶した。はいはい、オッケー、こんばんはって挨拶したんですか。何バカみたいに俺言ってんだよ朝はおはよう、昼はこんにちは、そして夜はお休みだろおい、そこでツッコミだろめん違うよ、リラ君、夜はこんばんはだよってさこれなんて言ったんやったっけ今。何ボケはなんて言ったお休みって言った。お休みボケ理解してなかった。おい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 ごめん、リラ君理解してなかった。マジかよ、ボケを殺したのね、今勝利、こんなところで芸の練習をしないように。芸人は生き様すべてが芸なんだよ素人がこの証言何かおかしなところはないか。ある、ある。リロの挨拶、リロの挨拶、うん、そうじゃないな、そりゃリロの挨拶そりゃそうじゃない。リロ君がなんでこんばんはって言うんですか。えマックスのこと嫌いでしょ。ああやっぱそう、なんでこんばんはって言うの。やっぱそ、そうかそうか、そういうことね。ちょっと不思議なんですが、なんでそうやんな。そうです、そもそもリロ君がマックスに挨拶するなんて、うん、おかしいと思うんですけど。そう、どういうことだよ。ナイスナイス、仲間に挨拶をして何がおかしいの。いやだって、いて、ごちゃごちゃ言う前に証拠を見せなさい。この社会は、え、証拠は全て学校で習ったわ、なっちゃった、うえって言った今。
威力がマックスに挨拶するわけがない。そんなこと証拠で立証できるのかな。できる。敏感。この社会はハッタリが全て学校で習ったでしょ。習ってないやってみるしかないか。そうです、瓶ですね。証人、証言に戻りなさい。オッケー、ここでじゃあ突きつければいいのかな。よしよしよし、じゃあ戻って、戻ってここで、うん、これね、瓶だと思う。瓶かな。喧嘩してたから。うん、瓶でしょ。行くで、じゃあそれしかないんだよね、お互いは。行け、無理やり合ってるわ。よし、来たんちゃう。すげえすげえすげえ。はい、証人、あなたは事件当日マックスと喧嘩しましたね。喧嘩？ミリカさんをめぐって。そうやそうやそうや。そんな大したもんじゃねえよ、ちょっとした口喧嘩。口喧嘩ではこいつは割れません。クマよし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 。あの日の朝、こいつでマックスに思いっきり殴られましたね。なんですって。それは立派な傷害罪ですぞ。ほほろ。それ以前に被告人は殺人罪で裁かれているわ。事件当日、被告と証人は大喧嘩をしていた。しかも簡単に仲直りできる問題ではない。それにこの証人の性格を考えてください。こんばんはなんて挨拶するわけがない。グバー。確かに。じゃあこの証人が嘘をついてるというの、罪を着せるために被告を見たと証言したと。俺嘘なんかついてねえぞ。だってタン。そこまで。なるほど、くん。はい、では伺いましょう。この証人の被告を見たという証言はどう考えますか。じゃあ別の誰かを見たでしょ。だと思うよ。多分別の誰かにしかないよ。そうやんな、別の誰か。確かに証人は誰かを見たのでしょう、だからこんばんはと挨拶したのです。考えるまでもない。ただし証人はその人物をマックスだとは思わなかった。来たな。なんですって。マックスに会ったのなら挨拶をするわけがない。確かにね。とすれば答えは一つ、証人が見たのはマックスではなかった。はい、もうこれ分かりましたよ。じゃあこれはね、団長を見たのと思う。それ以外ないよね、だって何やったっけ、はい、5分後に戻ってくるって言ってて。そうだから、リノ君はその人物に挨拶をしたのです。こんばんはとね。一体それは、証人が挨拶した人物、それは誰だったんですか。それしかないでしょう。行くぞ。団長しかいないでしょう。団長です。違うかな。なんか教訓変わらへんけど大丈夫。これ性格の悪い証人がわざわざ挨拶する人物はただ一人。性格の悪い証人。言い方悪いね。もちろんメリカさんですね。いやいや違うな。もしそうならエビアをプレゼントしたはずですから、裁判長急に入ってこんといて。入ってこないでよ。すげえ。右の上のやつさ、ちょっと消してもらっていいかな。すげえ。緊張感めっちゃある。しかも曲か。なあ。ここまで。テンパってんけど俺、裁判長がボケ出したから。この人ボケ老人だからしょうがないです。似てる裁判長と。なおと。被告自身というわけ？そう、被害者自身。被害者自身。もちろんその通り。あなたが見た人物は被害者の団長だった。だからあなたは挨拶した。そうですね。OK。どうなんですか、リロ君。よし、よし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 。すげえすげえすげえ。トントン拍子に行きますね。トントン拍子やな。うん、静粛に静粛に。どういうことですかこれは。守ってくれよ。確かに最初親父かと思ったが、でもよく見たらやっぱりマックンだったんだ。3点セットやろ。だから要するに多分ね、それで勘違いしたんやろこのバカはな。バカと言うな。ここで一度問題を整理してみましょう。はい。証人は現場である広場の入り口で一人の人物を目撃していています。問題はそれは一体誰だったのか。はい。マックス・ギャラクティカか、団長の立見直人だったのか。検察側は被告人だったと主張するわ。実際に証人は被告のシンボルを3つ目撃している。うん、シンボルを3つ。まだ覚えてねえのかよ。仕方ねえな、皆さんご一緒に。来た来た来た。はあ。シルクハット、マント、そして目の白いバラ。シルクハット、マント、はい、バラね。バラ、オッケー。これ覚える、絶対覚えろって言ってる。これゲーム作った人が。これ絶対覚えろって言ってる、はい、シルクハット、マント、バラ。そんなもの僕だって切られる。確かにな、その通りなんですよ。なんですって、
証人はさっきから3点セットのことばかり繰り返しています、はい、つまりそれ以外のものは見ていないのです。確かにね。それならば証人の見た人影の正体はただ一つ、それはマックスの衣装を着た立見直人だった。それですわ。そう、よし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 、パン、カルマケンジ、てんてんてん、証人が見た人物が被告だったというはっきりした証拠はありますか？それは、うん、それならば現時点で判決は下せません。よし、なんとか切り抜けたぞ。てんてけてん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 、それは残念ね。おっと、次の証人か。これ合っていた。代わり自宅をするのも早いわ。なるほど龍一、うん、どういうことだ。この証人から聞きたかったのはたった一つだけ。はい。事件の夜、一人の人物が広場に向かうのを見た、うん、その答えを出たわ。となれば、となれば次の証人を呼ぶまで。よし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 、な、なにー。裁判長、検察側の立証は次こそが本番よ。オッケー。誰もが納得する答えを提示するわ。マックス・ギャラクティガ以外のこの犯行は不可能だったことを、わーちゃだったと決め台詞やで、これ決め台詞やで、これだったとだった点と了解しました。ここで一応10分間の休憩を取りたいと思います。トイレ行っちゃったんでね、トイレ。さすがは証人の準備をしておいてください。では休憩に入ります。今の一番トイレ混む時間だ。確かにね。ここめっちゃもう。お、続くかよ、しかも。あ、前編がとりあえず終わりますね。オッケーオッケー、了解了解。で、次が後編。オッケー、じゃあ後編に続く。参りましょうか。はい。12月29日、午前11時54分、地方裁判所被告人第5控室、ポン。は、犯人たち。よし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 。言ってくが、僕は現場になんか行ってないぞ。よし、現場にすら行っていない。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。